ベースト今まで3回行かれてるんですか？ね、もっと行ってるの。でももっと行ってるんですか？もっと行ってるけど、一番行ったのは、ね、8800まで。一番最初に行った時は8800に行っちゃったんです。それで、やみつきになっちゃった。8800まで行って、やみつきになっちゃった。あれでも8800ってもう一歩じゃないですか。あ、じゃあ左ステップ超えたんですか。あ、左じゃなくて向こう側から。あ、チベット。去年も一昨年もあれたでしょ。なんかあれとか。地震とか。地震とかあって。ダメだったんですよね。もうこれで終わりだから行っていいでしょうって感じで。はいはいはい。全部騙して。来年は最後だからねって感じで。あれ行った時ってチベット側からですか？ね、あの家2回チベット側から行って、ええ、あとはみんなあのこちらは佐賀の方から。もう行けなくなったんですよ、チベット側から。あ、そうですか。あれでもチベット側からって結構急なところ最後登るって聞いたんですけど。こちらの場合よりはイージー。チベットの方が、はい、チベット側の方が優しい。一箇所大変なところあるけど、こう今まで上がっていって、そこだけはね、キャンプ1、2、3、4、5、でも 8000m 級で湯回るっていうのが全然想像できないんですけど。もう 8000m だったら酸素吸ってるから、ええ、あ、大丈夫ですか。でも基本は酸素吸ってても常にぼーっとはしてるんですよね。うん、そうですよね。こうぼーっとしながらこうやって